これは妹から聞いた噂話です。堤防沿いに A 高校があるのですが、そこの横にマンションが建ちました。ある時、そのマンションの一室で子供がチャチャチャっとテレビを見て喜んでいたのです。親はテレビを見ているのだなぁと安心していると、テレビには何も映ってはいない。それでも子供は喜んでいる。何度かそういうことがあって不思議に思っていると、ある日いつものように子供がチャチャチャっと喜んでいるテレビのブラウン管を見ると、見知らぬ人の顔が映っていたということです。言っておきますが、テレビには電源が入っていなかったので、テレビ番組が放送されていることはないのです。ただマンションの場所が昔墓場で、区画整理のため無縁仏をたくさん移動したことを除けば、どこにでもありそうなお話でした。